こんにちは、みつばです。前回はこちらのアレン式ハニカム回収を作りました。今回は地図を広げながらエンド要塞を探したいと思います。それでは準備からやっていきましょう。交易で集めたエンダーパールをエンダーアイにしていきます。一人でエンドラを倒したことがないんですが、実はエンド要塞も自分で探したことがないんですよね。エンダーアイがいくつ必要なのかわからないので多めに作っておきます。それでは拠点からスタートしたいと思います。記念すべきエンダーアイ1投目いきます。それほうほう、こっちか。もう一回それ。おお、できた。もう一回。あっちだね。あー、壊れちゃった。それではエンド要塞探しに行ってきます。地図を広げたかったんですが、すでに地図埋めした方向になっちゃいましたね。まあ、この先で新しく地図を作っていきましょう。夜だ、一旦寝ます。うわ、ちょっと待って。うわ、来てるし。それ3個も投げちゃった。それまだまだだね。なんか戻ってそう。あっちか。あの村っぽいね。行ってみましょう。地図目で来たことのある村に到着しました。もう一回投げてみましょう。この下っぽいですね。それではエンダーアイの落ちたこの下に潜っていきましょう。村人さん行ってくるね。どのくらい下にあるんだろう。深層岩が出てくるくらいの深さまで掘りました。お、これじゃない。やったあったー、見つけたよ。ちょっとこの辺掘ってみましょう。なんか暗いけど階段がありそう。おー、早速中に入ってみましょう。ドキドキする。とりあえずここから入っていきましょう。お宝だ。さあ中身は。消防。あ、あった。やった、いきなり見つけました。やったー。よし、とりあえずスポナーを壊そう。オッケー。いた。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。よーし、ちょっと待って。入ってすぐのところだったんですけど。エンドポータル発見しました。エンド要塞を探すだけのつもりだったんですが、すぐ見つけちゃったので、この勢いでエンドロ討伐に行きたいと思います。なんかツルツルだね。ふう。それでは
エンダラ討伐行ってきます。来ちゃった。あっちだね。ちょっと不安なので2マスで橋を架けていきます。下のエンダーマン目が合いませんように。よーし、着きました。あの上にクリスタルがあるね。ちょっと死ぬと思うので、今いらない荷物はここに置いていきましょう。それではまず塔の上のクリスタルを壊していきましょう。ピンチになったらここに戻ってこようと思うので、松明で分かるようにしておきます。あった、あれから行きましょう。よし、オッケー。パーフェクト。次は隣ですね。そうそう、この下なんだけど、落下した時用にとエンダーマンが来ないように水をまいてます。よし、オッケー。あとはどこだ。あった、オッケー。ちょっとエンドラを狙ってみますか。やば、わー、セーフ。水置いといてよかった。一旦回復しましょう。よーし、エンドラのゲージが回復してるので、まだどこかにクリスタルがありそうです。いった、やば、目合ってないよ。来ないで、ごめんなさい、来ないで。よし、オッケー。あとはあそこだ。オッケー。あれは遠いか。よし、オッケー。これで全部かな。いった。うわー、来ないで、痛い痛い。いった、ちょっと休憩。ふう、危なかったね。でもエンドラのゲージが減ったままだから、クリスタルは全部壊せたっぽいです。次は力のポーションを持って直接対決に行ってきます。あんな感じで降りてきてるところでダメージを与えればいいと思うんだけど、エンダーマンが邪魔だね。よし、いいよ。よーし、オッケー。よーし、次は力のポーションを飲んでみます。あとはブレスを集めておきましょう。痛い痛い。よし、来た。それいいよいいよ、いいね。やば、ちょっと待って、やばい、来ないで。いやー、これは逃げよう、逃げろー。
いやー危なかったね。エンダーマンがめっちゃ邪魔なんですけど。怖ー。それではもう一回行きましょう。行った。もう一回ブレスも集めておきましょう。これも命がけだよね。これ残留ポーション作るのにいるらしいけど、怖っ。やばっ。ちょっと待って、これやばいよ。いった。いやーやばい。待って待って、うわー死んだー。死んでしまいましたが、もう一回行きましょう。あー、あったあった。一旦荷物を回収して装備を整えましょう。よーし、力のポーションを飲んで落ち着いていきましょう。いやマジエンダーマンが邪魔だな。再生のポーションを飲んで回復。いった、よし、よし、今がチャンス。どうどう、まだ、いやまだだ。もう一回、よっしゃー、やったー、倒したー。やば、目あった。やめて今。うわ落ちた。ああ、はあ、でもよかった、倒したよ、嬉しい。エンダラの卵を取りに戻りたいと思います。はい、経験値。それではこちらのエンダラの卵アイテム化したいと思います。いとっ、いとー、マジでエンダーマン邪魔すぎる。いや待って待って、閉めちゃいます。邪魔邪魔。エンダラの卵ゲットしたので戻りたいと思います。それでは報告したいことがあるので拠点まで帰ろうと思います。お家に帰るまでが遠足です。ちなみにネザー側なんですけど、いつもの廃用祭の前でした。この辺はいつもの道ですね。問題はこの一本道。いっそげー。無事に拠点に戻ってきました。それでは皆さんにご報告です。この度キャラクターデザインをお願いして三つ葉のイメージをデザインしていただきました。これまで通りのオーバーオールは変わらず、お花屋さんをイメージして可愛く描いていただきました。後ろ姿も可愛くってお気に入りです。またいろんな表情のイラストも描いていただきましたので、今後の動画で登場すると思います。そしてスキンも同じように新しくなります。こちらもすっごく可愛いので、皆さんにもこれまで通り可愛がってもらえると嬉しいです。ちなみに後ろ姿はこんな感じになっています。今回のキャラクターデザイン、イラスト、スキンのすべてをしろみさんにお願いしました。とっても可愛く作ってくださるので、気になる方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。今後なんですが、エンドラを無事に討伐できまして、新しいことを始める予定です。詳しいことは次回報告させていただきますので、楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。
また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。